イングランドの歴史、イングランドの歴史では、クレートブリテン島のイングランド地域の歴史について記述する。しばしは連合王国の歴史とイングランドの歴史を混同し、連合王国もイングランドも、イギリスとしてひとまとめにしてしまう場合が見られるが、これでは国家としての連合王国、ユナイテッドキングダムの歴史も、イングランドの歴史も正しく理解していないし、 連合王国に含まれるスコットランド、ウェールズ、アイルランドといった地域のアイデンティティを無視した行為と、とらかねないので、注意が必要である。ケルト人がイングランドに流入してきたのは、紀元前5世紀頃と見られている。ケルト人は、敵機と共に、ヨーロッパにやってきており、この遺物を調査することによって、彼らが、いつ頃グレートブリテンにやってきたかがわかる。しかしそれ以前に、 イングランドにも石器時代の存在は確認されており、ストーンヘンジなどの巨石による遺跡も残されている。これを建設した民族がどのような民族であったかはよくわかっていない。ケルト人は重量のあるカラスキを使用して、戦死時代には手がつけられなかった土地を開墾し、紀元前一世紀にはブリテン島の総人口は25万人程度に達していた。 紀元前55年ローマのユリウスカイサルが侵入、43年にはローマ皇帝クラウディウスによってクレートブリテン島の大部分が占領された。ただし、スコットランド、アイルランド地域にはローマの支配は及ばず、この地域のケルト人がたびたびイングランドに侵入してきたため、ローマ人によって現在のイングランドとスコットランドの境付近に頂上が建設された。ローマはこの地域を ブリタンニアと呼んだ。これが現在のブリテン島の起源である。またブリタニア支配の拠点としてロンディニウムを建設した。これが現在のロンドンの起源となっている。またローマ人は在地のケルト人をブリトン人と呼んだ。ローマ人はブリテン島で痕跡が確認されているものだけでも約五百カ所のビラを営み百カ所のタウンを建設した。そして それらを結ぶ総延長5000マイルを超える道路網屋のような公共を建設した。ローマ時代のブリテン島の総人口は50万人から150万人と諸説あり、正確な数はわからない。5世紀になるとゲルマン人の侵入が始まり、ローマ帝国に混乱が広まった。ローマはブリタニアでの植民を諦めて大陸へと引き返した。449年に、 アングロサクソン人が、グレートブリテン島に侵入を、はじめ、もともと住んでいた。ケルト系住人は、アングロサクソン人に征服され同化し、一部は、コーンウォール、ウェールズ、スコットランドに押し出される形になった。ただし、アングロサクソン継承王国が形成されるまでの、ブリタニアには、歴史記録が乏しく、正確なことは、あまりわかっていない。詳細は、7王国を参照。 グレートブリテン島に侵入したアングロサクソン人、アングル人、ジュート人、サクソン人はノーサングリア、マーシア、イーストアングリア、エセックス、ウェセックス、ケント、サセックスなどの7つの王国を建設し、覇権を争った。このイングランドに7つの王国が並立した829年までの380年間をナ王国時代という。ナ王国時代の初めに有力だったのは、 アングル人の王国であった。そのため、ローマはこの地は、アングル人の土地という意味で、アングリア、アングリアと呼んだ。このアングリアをアングロサクソン風に言うと、イングランドとなる。8世紀には7王国のうちアングル人の王国、マーシアに、王、在位、757年から796年が登場し、イングランドに派を唱えた。オファは、 フランク王国のシャルル・マーニュと対等に渡り合い、西のウェールズとの境にを築いた。七王国時代の最後に現れたのは、サクソン人のウェセックスで八百二十九年は、ウェセックス王のエグバートが統一を達成した。この時代の重要な考古学的遺跡は1939年に発掘されたサットン風で、イーストアングリア王国の船相母である。しかしこれと同時に、 デンマークのバイキングであるデーン人ンの侵入が活発になってきた。このデーン人ンの侵入に対抗してイングランドの中高を担ったのがアルフレッド大王である。しかしその後もデーン人ンの侵入は続き、1016年にはデンマークのクヌートによってアングロサクソンの王がイングランドから追い出され、征服王朝であるデーン朝、北海帝国が成立した。 その後アングロサクソンによる王朝が復活したもの、デーンやドーバー海峡の対岸にあるノルマンディー港のイングランドに対する干渉は、ますます強くなってきた。こうした状況の中で、エドワード残業が死死のないまま死亡すると、その後王位についた、エドワードの義弟ハロルド・ゴドウィンソンに対して1066年、ノルマンディー港業務と、ノルウェー王ハーラル三世が、トスティを要して、異議を申し立て、 ノルウェー軍はイングランドに侵入したが、スタンフォードブリッジの戦い、ハロルドはこれを撃退した。ノルマンディー公軍に対しては、ヘースティングズの戦いに敗れ、ハロルドは戦死した。ロンドンを占領したギヨームは、ウェストミンスター寺院において、イングランド王を即位し、イングランド王ウィリアム一世を名乗った。これにより、アングロサクソンによる王党は途絶え、征服王朝として、ノルマン朝が成立した。 ノルマンディ以降ギオームによる一連のイングランド征服をノルマンコンクエストという。ノルマン朝は征服王朝であり、そのため国王の権限が初めからかなり強かった。これはイングランドにおいて最も早く絶対王政が確立した原因のうちの一つになっている。ギオームはイングランド王ウィリアム一世としてはフランス王と対等な王であるが、 フランスにおけるノルマンディ大公ギオームとしては、フランス王の進化という奇妙な立場につくことになった。これが百年戦争の原因ともなっている。ノルマン朝は、わずか四代で王位を継ぐ者がいなくなり、無政府時代と呼ばれるスティーブン王の治世を経て、1154年フランスのアン安ハク家から、新しい王ヘンリー二世が迎えられた。これがプランタージネット朝である。 アンジュー博もまた、フランス国内においては、フランス王の進化であったので、フランス王とイングランド王の関係はますます複雑なものとなった。また、ノルマンディ公国と共に、アンジュー博領もイングランド王の支配する土地となった、ため、フランス王との関係は悪化の方向をたどることになる。プランタジネット朝第3代の王ジョンの第2、イングランドは、 フランス王フィリップ二世との抗争に敗れ、大陸領土のほとんどを失った。ジョン王は、ケツチ王とのあだ名も持っている。ただしこの呼び名はそれ以前、兄たちに所領が分配された後、領地が残っていなかったためのあだ名である。こうした、無能な王が、強権、当時フランスとの抗争で、貴族たちにも、重税を課していたを発動するのを抑制する試みが、なされるようになった。 1215年貴族の一斉反抗に敗れたジョンは、議会による承認なしに新たな課税はできないなどとするマグナカルタを認めさせられた。これは王権を抑制する議会権力の伸長の第一歩となった。ジョンの後を継いだヘンリー三世の時代に、フランスから来た貴族シモンド・モンフォールが反乱を起こしそれまでの高位聖職者、貴族からなっていた身分制議会に、騎士 都市の代表を加えた。その後、エドワード一世によって、モデル議会が招集された。現在のように上院である、貴族院と下院である庶民院に分かれたのは14世紀頃、金銭法案に関する、選議権が庶民院に与えられたのは15世紀頃で、ある。エドワード一世は1277年ウェールズ、タイコールウェリン・アップ・グリフィス率いるウェールズの征服に取り掛かり、 グリフィズを戦死させた。ウェールズはその後も抵抗を続けるが、グリフィズの戦死後はエドワードも、ウェールズとの神話策を取る方向に転化し、臨月の王妃をウェールズに呼び寄せ、1301年、ウェールズで生まれた王太子エドワード二世にプリンスオブ、ウェールズの称号を与えた。これ以降イングランド王室時期多い継承者に対して、プリンスオブ、ウェールズの称号を用いるようになった。 フランスでカペー朝が断絶し、バロワ家からフィリップ六世が即位すると、1337年、イングランド王エドワード三世がこれに異議を申し立て、フランスの多い継承権を主張して、フランスに侵入を開始した。これが百年戦争の始まりである。開戦当初は、エドワード黒大使の活躍もあって、フランスの半分以上を占領し、イングランドが優位に立った。 ヘンリー6世の時代には一時期イングランドとフランスの統一王朝が成立する。その後フランス王シャルル7世とジャンヌ・ダルクによる巻き返しによってイングランドは敗退を始め1453年にはイングランドが占領していたボルドーが陥落。イングランドはカレーを除くすべての大陸の領土を喪失した。フランスに対して多い継承権を主張したプランタジネット家であったが、 エドワード3世の孫リチャード2世が敗位させられると断絶、王位はランカスター家に渡る。この後1455年からイングランドはランカスター家とヨーク家が争う内戦状態となった。これをバラ戦争と呼ぶ。バラ戦争は最終的にランカスター家の支流にあたるヘンリー・チューダーがエドワード4世の娘でヨーク家のエリザベスと結婚して即位し、 1485年にチューダー朝を起こす。チューダー朝は1603年まで継続する。100年戦争からバラ戦争を通してまでのこの期間の間にイングランドではペストが流行し、濃度反乱であるワット・タイラーの乱が起こるなど社会は混乱を極めた。しかしその間にも濃度性は崩壊の方向に向かい、封建性は完全に崩れ去った。封建性の崩壊は 騎士と貴族の社会の破壊を意味しており、この後のチューダー朝による絶対王政の基礎が形作られた間でもある。また、この時期に良質の羊毛生産に支えられた毛織物工業が発達して、ンザ同盟との競合の少ない低地地方との交易を通じて、典型的な農業国からの脱出を徐々に図っていくことになっイングランド王に即位したヘンリー・チューダーはヘンリー7世を、 名乗った。百年戦争とバラ戦争によって、イングランド国内の貴族、騎士層は疲弊しており、相対的に王権は強まった。したがって、以降のチューダー朝の歴史はイングランドにおける絶対王政の時代でもある。貴族、騎士の代わりに、イングランドの国政に影響力を持つようになったのは、王の側に官僚として使える帝臣、そして大商人であった。 イングランドにおける絶対王政の最大の成果は、イングランド国教会を成立させたことである。16世紀に入ると、ヨーロッパでは、宗教改革の動きが活発になった。それら大陸におけるマルティン・ルターや、ジャン・カルバンの例を見てもわかる通り、純粋に宗教的な理由から出発しているが、イングランドにおける、宗教改革はヘンリー7世の次の王であるへ、うん8世の離婚問題という、 全く非宗教的な理由から出発しているところに特徴がある。ヘンリーパッセイの子は、アラゴン王国国王フェルナンド2世と、カスティーリ王国女王のイサベル1世の娘キャサリンであったが、キャサリンは男子の後継者を望むヘンリーに対して、女子一人のみを産んだけであった。ヘンリーは、この産めないキャサリンと離婚し、事実婚の関係にあったアンブーリンとの結婚を望んだ。 カトリック教会においては離婚は認められないが、そもそもその結婚が無効であったということを、ローマ教皇に認めてもらうという抜け道が存在しており、王族に関しては少なからずその名目で離婚が行われていた。ヘンリーもこの手法を用いたが、キャサリンの老いにあたるカール5世が、教皇クレメンス7世を圧迫したため、教皇はこれを認めなかった。 これに起こったヘンリーはイングランドにおける教会の主意権はローマ教皇ではなくイングランド王にあるとする国王史情報を発布し、これに反対する者を次々に処刑した。この時処刑された者の,の中にトマス・モアがいる。こうしてキャサリンとの離婚を成立させたヘンリーはアンブーリンと再婚。その後も次々とキサイとの離婚。ジニは処刑と再婚を繰り返す。 ヘンリーには六人の王妃がいた。ヘンリー・パッセイとしては、王妃との離婚が成立すればよかっただけで、天礼の様式などは、カトリックのものそのままであった。その後、ヘンリー・パッセイの息子エドワード六世の時代に、祈祷書の制定が行わ、カルバン派の様式が取り入れられ始めた。ただし、イングランドではこの後も、国教会とカトリックの間で揺れ動き、エドワードの後に女王となった。 キャサリン・オブ・アラゴンの娘メアリー一世、イングランドにおけるカトリックの復権を企てた。これに対しての反発はかなり根強いものがあり、彼女はカトリックの復権に反対する者をことごとく処刑したため、ブラッティ・メアリーと話された。イングランドにおいて最終的に国教会の優位が確定されるのはメアリーの後を継いだ妹でアンブルーリンの娘であるエリザベス一世によって、 国王子情報が再発布され、重ねて礼拝統一法が制定された後のことになる。エリザベスはイングランドにおける絶対王政の頂点を極めた。エリザベスによって統治された、この時代をエリザベス朝と呼ぶ。エリザベスは、当時、無敵艦隊を率いて、世界各国に植民地を持ちヨーパの強国となっていたスペインハップスブルク家に挑戦を始めた。エリザベスは、 ネーデルラントの北部7州がスペインの支配に対して起こした80年戦争で独立を支持し援助を行った。自のスペイン国王フェリペ2世はこれに対してイングランド攻略を目指して無敵艦隊を送ったが1588年のアルマダの海戦において死略戦を中心としたイングランド海軍に大敗。スペインの海軍力はこの後大幅に低下し逆に イングランドの海軍力はこの後、イギリス帝国を維持するイギリス海軍に発展するまで上昇した。当時ヨーロッパの最強国の一つであったスペインを軍事的に打ち負かしたことで、イングランドの国際的地位は高まっていくことになる。エリザベスは、イングランド王位を持つ自分の立場を利用されること、つまり、外国に干渉されることを嫌い生涯独身を通した。そのためエリザベスには、 わおらず、チューダー朝はエリザベスで終わりなる。その後継には、スコットランド王であったスチュアート家のジェームズ六世が、指名された。1603年スコットランド王ジェームズ六世が、イングランド王として即位し、イングランド王ジェームズ一世となると、イングランドとスコットランドは、同じ人物を王にいただく、同君連合となった。 スコットランド王としてのジェームズは、スコットランドにおいてカルバン派の影響を強く受けていた、長老派への対応に手を焼いており、イングランドの国王史上法に習って暗黒法を発布しいた。イングランド王になると、国王を教会のトップに置く、国教会の制度を機に、入り、イングランドの宗教を国教会に統一することに、不信し、ピューリタンやカトリック教徒を弾圧した。 この時国王の弾圧を逃れ、新天地を目指して、メイフラワー号でアメリカ大陸に渡ったのが、ピルムディムファーザーズの一員である。彼らは、北米植民地において、ニューイングランド植民地の建設に邁進した。ジェームズの後を継いだ、息子チャールズ一世は、さらに一歩進んで国境界をスコットランドにも導入しようと試みた。この試みは、 長老派の勢力が強かったスコットランドにおいて大反発を受け大反乱となった。チャールズはこれを軍事力によって屈服させようとし、その財源を大増税によって賄おうとした。この増税に関してはイングランド議会の承認を得ていなかったので、チャールズの施政方針はイングランドにおいても大反発を招く結果となり、これが新京都革命の火種となった。 スコットランドの絵の破兵のために大増税を行ったチャールズ1世に対して1628年議会は権利の請願を王に提出し議会の承認に基づかない金銭法の施行を行わないこと法によらない不当な逮捕を行わないことを求めた一旦はチャールズもこれを認めたもの直後に議会を解散し以降1640年まで議会が召集されない状態が続いた スコットランドの反乱は一旦は収まったものの、1640年、再び大反乱が起こると、チャールズは議会を召集し、増税に関する金銭法案の可決を求めたが、チャールズに反発する議会はこれに応じなかったため、わずか3週間で解散された。これを短期議会という。その後再び召集された議会は、戦術を変え、王に対して金銭法案の可決をちらつかせながら、 王に反省を促し、議会に対しての尊重や、法の遵守といった妥協を引き出すといった方向性に転じた。この議会はその後クロムウェルによって1653年に解散されるまで13年間開催され続けたため、長期議会と呼ばれている。王の反省を期待した議会であったが、王の態度は変わらないどころか、反国王派の議員を法を無視して逮捕しようと、試みたため、 議会と国王の対立は決定的となった。国王チャールズはロンドンを離れて王答派の勢力が根強いヨークに向かって軍備を整え、一方の議会はロンドンにあってこちらも軍備を整え始めた。1642年ついに両軍は激突し、イングランドにおいて内戦が勃発した。当初は応答派が優位に立ったものの、議会派はスコットランドの反乱勢力と結び、 さらに敵機体、後にニューモデル軍を率いるオリバー・クロムウェルが登場すると、王党派は劣勢に転じた。1646年チャールズは、スコットランド軍に対して、降伏。一旦は脱出して、再び反旗を翻すものの1648年、再び捕らえられ、その翌年チャールズは処刑された。これにより、イングランドにおける王党は一旦断絶し、国王をいただかない。 共和制となる。1649年から1660年まで、イングランドは、共和国、コモンウェルス・オブ・イングランドとなった。実態としては、クロムウェルによる、軍事独裁政権であり、ニューモデル軍をはじめとする強大な軍事力裏打ち、された政権であった。新京とであったクロムウェルは、王党派はもとより、王党派と妥協的であった、長老派、 心境とよりも過激な革命論を主張した水平派、新生土地水平派を弾圧した。さらにカトリックを弾圧し、カトリックの根城となり、亡命した王統派の拠点ともなっていたアイルランドに侵攻した。また、イングランドと海外植民地について争い、海の覇権を争っていたオランダにも戦争を仕掛け、英乱戦争を引き起こした。 1653年には、王党派のリバイバルを抑え、軍事政権を維持するために議会を解散し、五国教に就任し、クロムウェルの独裁性は一層の高まりを見せた。しかし1658年に、クロムウェルが亡くなり、息子のリチャード・クロムウェルが五国教の地位を継承する、ものの、リチャードは父親ほどの能力を発揮できなかったため、王党派にリバイバルのチャンスが巡ってきた。 1660年オランダに亡命していたチャールズ二世が即位し、イングランドにおける大勢復古がなる。チャールズは亡命に際して、フランスのルイ十四世から多大な庇護を受けており、公はカトリック教国ポルトガルの王女をカタリナであったため、自身は国教徒であったものの親カトリック的であった。イングランドでは、新教徒革命の結果、議会以国民の間では、 絶対王政は、廃れたものとの認識があったが、国王は、時代錯誤的な強権を発動しようと試みたため、議会は、人身保護法を制定し、法によらない不当逮捕の禁止を明文化させた。これがイングランドにおける、デュープロセスの確定である。さらにカトリックの者が、公職に就くことを禁止した審査法を制定し、王を牽制した。チャールズには、着手がおらず、 王位の継承をめぐっては、王帝である、ヨーク公、ジェームズしか継承者がいなかったが、ジェームズはカトリックであり、議会は、ジェームズの即位に妥協する、勢力とこに反発する勢力に二分された。前者が、後の保守党の前身となるトーリーであり、後者が、後の自由党の前身となるホイックである。結局この論争はトーリーに軍配が上がり、プロテスタントのクニングランドは、 カトリックの王を国王に迎えることになった。チャールズ二世の死に際して、弟ジェイムズは国王に即位し、イングランド王ジェイムズ二世となった。イングランドにとっては、メアリー一世以来のカトリックの王となるが、カトリックの王をいただくという妥協が成立した背景には、ジェイムズにも、また着手がおらず、カトリックの王は彼一代限りという目論みがあったためである。しかしその後、 ジェームズと王妃である、モデナ広告王女であるメアリーの間に男子が誕生すると、話は全く変わったものになってしまう。ジェームズ以降もカトリックの王が即位し続ける可能性が生じたことによって、ジェームズの即位をめぐって対立していたトーリーと、ホイックはここに乱結し、ジェームズの排除に動いた。議会は、ジェームズの娘、メアリーの夫で、 プロテスタントの国オランダの統領であったオランニエコー、ウィレム率いる軍団を招き寄せ、ジェームズとの対決姿勢を明らかにした。これに対してジェームズはあっさりと亡命してしまったため、ロンドンを中心とした地域では、流血の事態には至らなかった。このためこれを名誉革命という。議会は、次期国王としてメアリーとウィレム夫妻を指名し、 両王は王権に対して議会の優位性を明文化した権利の焦点に署名した上でイングランド王に即位した。1707年の女王案の知性の時にそれまでイングランドとスコットランドの同訓連合という関係を改めて両国の議会を統一した連合国家となった。これがグレートブリテン王国の誕生である。これ以降のイングランド及びスコットランド ウェールズ、アイルランドを含めた歴史に関しては、イギリスの歴史を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。